はい、どうもこんにちは、名人です。どうも、コシャンです。今回はコシャンと2人で、はい、横八バスターズ、をやっていきます。トリプルボスラッシュですね。で、僕がまあ生ハゲで、はい、まあ、コシャンはまだかな、これ。あ、もう準備はできてます。え、準備は、はい、できてます。それで、はい、こっちが始めれば、まあ、最初のマップが大事ですね。うわ、微妙だ、なんかマップ。えっ、お肉いて、お肉い、お肉いですやん。えちょっと今回頑張りましょう。うん、よっ、あ、そういうパターンか。なる、あ、じゃあ、あかん、まず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 、こっち、待って、ですか、お肉い。うわ、来た。あ、そういうことか、なるほど。うわ、2匹出てる。あ、ほんじゃあ、あ、2匹出てくるんですかね、これ。どこにおんねん、青鬼。こっち、こっち来てもらっていいですか。うん、あ、お、これですか。うん、危ないっすか。うわ、危ないっすか。よし、来た。さ、これどっちがメインなの、これ。お肉いかな。あ、危ないっすよ。あれさえ良ければ、こっち大丈夫なんで。うん、僕はアイテム取っていきます。ジミーか、前は。いけます？うわ、バリ強い。うわぁ。あ、でももう、手形使ってないんで、まあいけますね、これ。この次、でかいの来るんで。で、この次、小さい3つのやつで。逃げながらでいいですよ。うん、危ないっすよ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 。強い。いきます、いきます。やばい、いきます。やばい、これは。あ、でもアイテム取りに行ってもらっていいですよ。うん、うわ、落ちな、取ってくださいね。ちな、取ってくださいね、絶対。うん、僕がもうアイテムするんで、そのうちにまあザコで回復して。逃げるね、逃げるね。危っ。よし、いい感じや。大丈夫ですか。うわお、あんまり、あんまりなっちゃった。なんすか。え、なんかあの、精神じゃないけど、あか、雫みたいな。ああ、あれか、ジミーです。まずい、まずい、やってもた。何にも当たった。とりあえず消えるんだったら消えて、今攻撃しよう。まず、あぶ、あれ、まあ、あれにさ、あれさ、当たらんかったら、で、こっち多分大丈夫なんで。でかいやつが来ると。で、この次、小さいやつ。うん、冒険の時はね。うわ、やべやべやべ。うわ、死んだ。これまずいっすよ。これまずいっすよ、ちょっと。倒したんはいいけど、死んだよ俺。せっかくの、せっかく、青鬼か。え、青鬼、次 何やろ。青鬼、どういうことや。青鬼の方が上なんか。ちっけ。めっちゃ黒いやんけ。アイテム探しに行くか。やばいですね、これは。非常にまずいぞ。一応使おう。ジミー、ジミーとジミーや。逃げようとしたのに、なんか逃げれんときあるよね、動けへんように。あ、なんか僕もさっきありました、なんかあれ、あれなんか使えてるんじゃないですか。止まった。いいか、やばい。やばい、やばいですよこれ。ちょっとやめとけよお前。まずい、まずい。逃げろ、オッケー。
こいつはいけそうなんとか。なんでやねん。やめろやめろ、おい見回るように。やめろ君、こんなアイテムは今度。よし、見回り鬼がうざいなこれ。お肉いからやった。これはおにぎり、おにぎり。あのこれいけそう。え、これでもこいつ倒したらもう終わり。いや、じゃないです、まだ一匹、まだいます。お肉があれば一匹になる。はい、多分そうだと思います。いや遠い。うっそ、やってしまった。大丈夫、大丈夫、大丈夫。いける？はい、いける、大丈夫。おー、あ、でも HP 高っ。めっちゃ回復するやんけ、おい。こいつはまあ水さえ食らわんかったら。見回り鬼やめてくれ。やめろやめろ、おい、やめろ。あ、こいつラストか。なるほど、出てきてないもん。時間はある。お肉買っていくだけか。あ、じゃあいけるわ。いけましたね、うん、でもどういうことなのこれ、よく分からへんな。終わったし、なんなんやろこれ。お肉出てきて、青鬼出てきて、青鬼、あんじゃあ、お肉よりも青鬼の方がランクが低いんか、じゃあ高いんか。あの、一人でなんかいけちゃいましたね。俺が死んじゃった、すぐ。でもお肉初めてではないですよね。うん、あいつ攻撃パターンさえ分かれば全然余裕なんですけど。え、そんなんある？はい、失敗ペナルティ。あ、そうですよ、死んだら。俺が死んだから。はい。うわ。死んだ人だけですよ。うわ。半分ですよ。あー、でもなんか、微妙やったな。最初お肉出てきたから。火の神とか出てくるんか思ったら。金。金。あれやな、兄貴。あー、兄貴。僕はもうなんか、アイテムでしょ、これ。あ、違う。不格好。はい、というわけで今回最初お肉いでいい感じかなと思ったんですけど、なんか微妙でしたね。あと青鬼、青鬼と続いて、まああれが最後日野神とかやったら、まあ結構いい記録も出てたんでしょうけど、まあ最後も青鬼で微妙な感じだったんですけど、まあお肉いでまあコシちゃんが死んで、その後どうなるかと思ったんですけど、まあ無事ねクリアできたんで、まあ、今回は良かったですね。そうですね。まあこれでまあ僕も死んでればおっしゃの責任になってたんですけど。え、そうなの？もちろんっす。俺がさっき死んだから。はい、もちろんっす。でまあクリアできたんで良かったですよね。まあ次はちょっともうちょっといい敵に出会えるようになればポイントもですね、うん、まあ最初は火の神とかからてくれればありがたいんで、ね、うん、まあ次もやっていこうかなと思います。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。